もう止めんの無理だから。止めないで。もうごまかせない。私上坂君のことが好きだけど、そんなことを口にしてしまったらこの関係は終わってしまうかも。現少年の初恋は17歳の時、お相手は同じ年の志保ちゃん。あとは志保が話せる。ちょっとごめんなさいね。まさか上坂君の初恋相手が目の前に現れるとは。初めて男の人の家で朝を迎えてしまった。寝顔かわいい。嫌な考えもさっと消えてしまう。寝てる間にキスしてやろうかな。来てたの。寝起きもかわいい。好きだと認めた途端、感情がダダ漏れに。仕事行く準備しなきゃでしょ。はい。予備あったから。ありがとう。独占しちゃってごめんね。大丈夫だよ。歯ブラシもありがとう。新しいの買って返すね。別にいいよ。置いておくの？また使うでしょ。うん。これはまた来ていいということだろうか。どうした？じゃあ私先に出るね。うん、後で。今後火曜日は檜山さんと会わないから。え？だから、そういうこと。じゃあまた次の火曜日。もし同棲したら
毎日こんなに素敵な朝を迎えられるのか。だがルンルン気分は瞬く間に消え去った。あのごめんなさい、今日彼来れなくなってしまって。そうなんですね、承知いたしました。大丈夫です。でも私一人で大丈夫かな、不安で。サポートいたしますので何でもご相談ください。ありがとうございます、心強いです。かわいい。あ、ドレス見てみますか、コンセプト絞りやすくなると思います。はい、こちら新しく入ってきたばかりのドレスですよ。着てみてもいいですか。はい、じゃあ中でお待ちください。はい。上坂くんと会わせたくない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この人が上坂くんの好きな人、ずっと思ってきた人。ものすごくお綺麗です。これいいかも。私とまるで正反対だ。他のも試してみてくださいね。これにビビってきたかも。本当にお似合いです。上坂くんが好きなのはこういう女性なんだ。上坂くん、飯野さん、嘘、すごい久しぶり。大人の男って感じになってて一瞬誰だか分かんなかった。飯野さんは変わんないね、すぐ分かった。それっていい意味？昔と変わらず目立つなって。今どんな顔して話してるの？ついに上坂くんと初恋の相手がつながってしまった。戻りました。上坂さんって凛子先輩のお客様と何か関係あるんですか？同級生らしいよ。あの感じ普通じゃないですよ。お見送りの時だってね、ベタベタしちゃってさ。お客様のこと悪く言わない、素敵な女性だよ。はい、上坂ファンじゃないからそんなこと言えるんですよ。ぐちぐち言ってないで、ほら仕事するよ仕事。知ってますよ、森から聞きました。凛子先輩は檜山さん派だって。え？お疲れ様です。おお、お疲れ様。檜山さん、この前どうでした？え、何が？天樹チーフとの打ち上げ。ああ、
楽しかったよ。何話したんすか。何話したと思う。やっぱり手ごわいね天樹さんは。やっぱ狙ってたんじゃないですか。まあね、檜山さんが落とせないことないでしょう。うちの社の女子はみんな檜山さんに夢中だもん。それがさ、天樹さんは別でさ。どうしたら落とせるのかな。遊びなら別の人にした方がいいんじゃないですか。どうして。天樹さんはそんな女じゃないと思うんで。あれ、上坂君って天樹さんと親しいの。彼女を親しくないって言ってたけど。俺結構本気なんだけど。マジですか。うん、いつでも完璧な女性を崩さない彼女の素を見てみたい。暴いてみたいっていうのかな。だから邪魔しないでね。あ、俺は大丈夫です、恐れ多くて。じゃあ。上坂君、まさか志保さんと。元毒もらしいですね、上坂さんの同級生の。どうりで、あの目に見つめられたらやばいよね。そんなことない、大丈夫。とはいえ気になって仕方ない。俺これで帰るわ。え、珍しい、早いっすね。ああ、今日もう仕事終わったし。あ、絶対あれでしょう。え、デート。上坂さん、神様さん、デート。なわけないでしょ。その人婚約者いるんでしょ。うん、お医者さんのね。そんな条件のいい婚約者裏切るようなこと利口な人はしないって。いいの、志保ちゃんみたいな。え、志保ちゃんってあの志保ちゃんですか。あなたが頭に浮かべている方です。可愛いですよね、めちゃくちゃ。存じてます。そんなことはどうでもいいの。しほちゃんがどんな子で上坂君とどんな関係かを教えてほしいの。え、なんで。しほちゃん彼女のお客様なの。ちょっと待てよ、天樹さんは弦の同期でしょ。うん。え、つまり志保ちゃんがゲンのところで指揮を。うん。すごい、それ運命の再会。でもほら、うちウェディングの最大手だし、はい、関東圏出身の人同士の再会ならなくはないかなって。うん、まそんな式場多くはないから。うん、と運命を否定してみる。まどんな再会であろうとどうでもいいから。この子は上坂君が志保ちゃんの結婚を破談させないかってヒヤヒヤしてるわけよ。好きな人が初恋の相手と運命の再会を果たしたらヒヤヒヤするでしょ。いや、それはないですよ。あいつが相手にされるわけがない。上坂君はもうコケじゃない、イケメンです。いや、待てよ。お前弁当ばっかだよな。何がいいのこれ。あれは17歳の春だった。ティラノサウルス。え、ティラノサウルス。ティラノサウルス。俺たちは学校一の美女志保ちゃんと同じクラスになった。上坂君だよね、去年同じクラスだった。
志保ちゃんはモテまくってた俺じゃなくてコケと呼ばれてた源に近づいて微笑んだんだ。それをきっかけになぜか志保ちゃんは源と親しくなった。ちゃんとノート取ってるタイプ？私どうしよう、全然取ってなくて。あのコケと呼ばれた源がなんで志保ちゃんに相手にされたのかずっとわからなかった。そんな、いいよ、私そんなつもりじゃ。使って。ありがとう、神坂くん。でも今となれば源は志保ちゃんのタイプだったのかもしれない。何言ってんの？志保ちゃんに利用されてるだけでしょ、普通に考えて。違う、志保ちゃんはそういうタイプじゃないんだって。じゃあどういうタイプ？ん？純粋で優しい、可愛い、めちゃくちゃ可愛い。要するに見た目がいいってだけでしょ。だからとにかくもうね、もう可愛らしいの。性格がね、もうみんな恋しちゃう。上坂くん、いいのさ。嘘、すごい久しぶり。もう一杯。はい。くじくん、お久しぶり。しほちゃん。そうだよ。げん、あっちの席でいい。ほう。げん。しほちゃん、え、ってことは嘘。あれ、天木さん、こんばんは。こんばんは。神坂くんはしほさんと会うために仕事を早く。知り合いなら一緒に飲もうよ。その子いいって、悪いから。私はどっちでもいいですよ。でもほら、デートかもしれないし。違うって、婚約者いるんだからさ。じゃあ独身最後のデートってやつにしちゃう？それロマンチックじゃないですか。結婚したらもう他の人とデートなんてできないし。いいと思います。思ってもないことが口からスルスルと出ていく。じゃあ上坂くん、最後のデートの相手になってくれる？ちょっと飲みすぎちゃったみたい。帰ろうか。またお待ちしております。また来ます。天木さんとなんかあるんでしょ？別に何も。うん、何する？アホ。うるさい。素直になればいいのに。私たちの関係はそんな単純じゃない。まあでも大丈夫。ああいうタイプの女性には女を知らない奥手な男しか引っかからないから。それ上坂くんじゃん。とにかく凛子がちゃんと恋できるようになって私は嬉しいよ。
ありがとう。でも初めての相手に神坂くん選ぶのはアホだな。え？一生忘れられない男になっちゃう。苦しむぞ。その子ってほんと嫌なやつだよね。でもいつも真実を教えてくれる。私の頭の中はいつの間にか上坂君のことでいっぱいで、あれだけお酒を飲んだというのに寝つけない。独身最後のデートってやつにしちゃう？上坂君、最後のデートの相手になってくれる？ただいま電話に出ることができません。ピーという音の後にお名前とご用件をお話しください。何やってんだろう、恋人でもないのに。あ、キスはダメだったね。俺たちそんなこと言い合う関係じゃないし。私たちの関係はただの協定なのに。俺も男だよ。いいなら遠慮しないから。私も。